公益社団法人日本女子プロ将棋協会は、将棋女流騎士を一般社団法人及び、一般財団法人に関する法律における社員と、する、日本の公益社団法人である。公式の略称は、ルプサ。2007年に、日本将棋連盟を大会した、女流騎士17名を会員とする、有限責任中間法人として設立された。 目的として、女流騎士の資質の向上並びに、将棋の技術向上、指導方法の研究をはじめとする幅広い、将棋文化の普及に関する事業を行い、女流騎士会の健全な発展を図り、老若男女問わず楽しめる日本の伝統文化である、将棋の普及により、我が国を呼び、世界の文化振興の発展に寄与することと謳っている。女性、女の子が将棋を楽しめる。 環境づくりを趣旨とするガールズ将棋プロジェクト及びルプサスタイルを柱に女性らしい感性を生かした将棋の普及事業、女流騎士の育成事業に取り組みアマチュア棋戦などを主催している。中井代表理事石橋代表理事中倉代表理事2007年の発足以来、日本将棋連盟会長の米長国夫との圧力や仕事の圧線での度重なるトラブルが ホームページ上等で取り沙汰されていた。石橋幸夫を代表理事とするルプサは2012年7月1日付で、それまではルプサ所属のツアープロであった渡辺愛を独自の規定により女流騎士と認定した。その後、渡辺を日本将棋連盟の運営する女流公式戦に女流騎士として出場させるよう連盟に求めるルプサと連盟の定めた。 女流騎士認定基準は曲げられず、ルプサの要求は受け入れられないとする、連盟との対立が深刻化した。2013年1月28日、ルプサは1月30日に予定されていた第6期、マイナビ女子オープン準決勝の里見香ナ女流四冠、石橋幸男女流四段戦について対局を断念すると発表した。同日、ルプサは、 第6期マイナビ女子オープンに関するマイナビ、連盟、ルプサの三者間における契約解除の通知書を連盟に送付した。1月30日、石橋は里見との対局を放棄した。連盟は2月22日に記者会見を開き、ルプサ及び石橋がマイナビへの謝罪を行い、さらに女流騎士認定基準について協議に応じるなら、 渡辺の特例を認めるという妥協案を、ルプサに提示したが拒否されたことを明らかにした上で、今後について、ルプサとは新規の規船契約を行わない。石橋については、連盟主催の規船への出場を最低1年間禁止する、等の方針を発表した。ルプサは、連盟の会見内容に対して反発し、対立は泥沼化した。その後、 ルプサは6月19日に株式会社マイナビ様への謝罪という文章を公式サイトに掲載し、ルプサに一定の日があることを認めた。これを受けて、連盟は7月1日付で渡辺の女流産休扱いを特例として認めた。しかし、ルプサの謝罪文が1ヶ月程度で取り下げられたこと、また8月に石橋が週刊新潮市場で連盟、 マイナビを批判する発言を行ったことなどから10月2日に連盟は従来ルプサとの間で締結していた帰線運営に関する合意書を9月30日の期限切れをもって更新しないこと現在のルプサとは一切の契約交渉を行わないことを発表した2014年1月28日ルプサは 石橋が1月末で現役を引退し、理事の任期が満了する2月25日に代表理事を退任し、同日付でルプサを退会することを発表した。2月25日に開かれたルプサの定時総会で、中倉博美が代表理事に就任した。同日、記者会見を行った中倉は、連盟や女流公式戦スポンサーに対して、 迷惑をかけてきたことをお詫びし、関係を修復していきたいと述べ、これまでの路線を転換する方針を打ち出した。4月19日、中倉は、連名、女流公式戦スポンサーへの謝罪文を公表した。5月30日、ルプサは、公益社団法人日本女子プロ将棋協会騎士規定を改定し、ルプサの女流騎士認定基準を、連名の女流騎士認定基準、 事実上同一とした6月1日、連盟は、ルプサと、改めて、帰船運営に関する、合意書を締結した。ありがとうございます。